しました。やってきました。いや、お待ちしました。一緒に行ってきたんですけどね。まあまあ秋も深まってまいりましたので、もうそろそろファッション、そろそろも長袖にね、なっていいんじゃないですか。いいですよ。で、今日はですね、皆さんが持ってる身近なお家に眠ってるものでもいいです。そんなアイテムを使ったこのちょいテク、ちょいテクをね、お教えしたいと思います、はい、それでは VTR Here we go。 え、ということで、霧島町にありますセレクトショップコキューさんにやってきました。はい、なんかもうね、お店の雰囲気がすごく素敵ですね。可愛、らしいけど、なんか洗練された感じですね。そうですよね、うん、こちらはどういったお店なんですか。はい、2009年に、霧島の別の方にオープンしまして、で4年前にこちらの江空さんの方に移転してきました。カジュアルなデイリー服からフォーマルなワンピースまで幅広く楽しんでもらえるようにセレクトしたお店となってます。というかスタッフさんですよね。はい、すごい美人じゃないですか。なんですよ、もう最初パッて会った時からわ、可愛いと思って負けたって思いました。負けたっつってね。大人カジュアル、大人カジュアル、はい、大人カジュアルってどっちかっていうとこう正反対の意味というか、ちょっとね組み合わせないイメージですけど、うんうん、頭の先から靴、足元までカジュアルにしちゃうと、もうボーイッシュみたいなカジュアルになっちゃうんですけれども、まあ、ところどころで大人っぽさを、まあ、足元をヒールにしたりとか、そういうところで大人感を出したカジュアル。はあ、なんか聞いてるだけで着たくなっちゃいますよね。じゃあ着替えました。いいね。じゃあ今回はですね、今年の秋冬にゲットしてほしいマストアイテムを取り入れたコーディネートを私たち教えていただいてるんですけども、はい、まず私、カウチョパンツ、カウチョパンツこれですね。はい、はい、春夏も流行ってますが、はい、秋冬はまたアースカラーでちょっと、春夏と差をつけようということで、ちょっと今回取り入れてもらったんですけれども、はい、でボーダートップスも結構定番になってますので、はい、そちらに、まあ、こういうちょっとポイントですね、はい、カーディガン、あと髪の毛も若干ですね、はい、まとめてこういうバレッタをつけたりとか、はい、なんか要所要所に可愛さが溢れてますね。可愛さと大人の女子な感じが入ってますよね。しかもこのボーダーがね、なんか普通の袖じゃなくて、こうふわっとなってこうキュッてなってるから、スタイルもなんかよく見えそうですよね、ですね。あと手首を見せたり、はい、足首を見せたりっていうのも大人カジュアルのポイントです。なるほどね、はい、首というところを見せるわけですね。さとみさんにここ曲げてちょっと着るといいですよっていう風に教えていただいたんですけど、はい、こういう調整もやっぱり大事なんですね。そうですね、やっぱり丈感はすごく見た感じを大きく左右しますので、ちょっとした細かい長さとか、はいはい、調整が大事です、はい、ちょっとを教えてもらうか教えてもらえないかで、そうなんです、なんかダサいのとなんか洗練されてるっていうのが決まるってことですよね。そうですね、スタイルの良さとかも変わってくるでしょうからね、はい、なんか思ったんですけどヒールじゃないんですね。ヒールもいいんですけれども、大人カジュアルということで、はい、こういうちょっとクラシックな革靴的な、はい、で大人っぽさを出す、ちょっと落ち着いた雰囲気になりますよね、はいはい、これ勉強になります。でも似合うこういう女性らしい大人カジュアル。そうですか、じゃあ今年の秋冬こんな感じでいきたいなと思います、はい、ご意見お待ちしてます。さあそしてですが、はい、私は何のアイテムが、はい、私こちらですね、ロングカーディガン。ロングカーディガン、ロングカーディガンって結構もうずっと流行ってますよね。そうですね、去年ぐらいからまた注目されてまして、はい、ちょっと素材が柔らかい、はい、これすごいちょっとモヘアっぽくてすごい着やすいんですよ。でこういうのにブラウスとかでもいいんですけれども、ちょっとカジュアル感がなくなってしまいますので、ちょっとロゴティーを、カジュアルな要素、パーリス、ね、パーリス。いや本当に中はすごくシンプルなのに、このカーディガンがあるだけで全然違いますね、はい、あとなんといってもこのハット、また似合う。今年みんな被ってますよ、ほら
かぶってます。里見さんももちろんかぶってますけど、かっこいいですね、やっぱかっこいいです。やっぱりワンポイントあるだけで全然変わってきますね、うん、見た目の雰囲気。本当シンプルだけど、うん、本当大人の女性、それこそね。でもなんか気張りすぎてないみたいな、うんうん、これなんですね、大人カジュアルって。今10月ですけど、うん、もうこの時期から来ても暑苦しくもないし、ちょっと寒い時にこういうのパッて引っ掛けると、ね、朝と昼の、ね、気温差が違いますからね、はい、いいですね。なんか来てると自分も大人になった気がしますね。さっそうと歩きたくなるね。そう、でも大丈夫です、29と28ですからもうだいぶ大人なんです。次のマスターアイテムはダウンベストです。南国宮崎の冬はダウンも意外とベストタイプの方が長く使えたりしますよね。形もすごく綺麗で軽いのが特徴となってます、うん、結構メンズライクのタイプになるんですが、はい、ちょっとタイトスカートで女性らしさを見込んでます。これね、すごく気持ちいいんですよ、なんか心地、はい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 、そしてこれ重ね着してるんですけど、デニムのね、そうジャケットと、でも全然ごわつかずすごく着やすいです、はい、あとなんか中地のなんていうの、これほらこれフードが取れるってことですか、はい、そうです。じゃあ自分の用途とか寒さとかに合わせてフードをつけたり、うん、もうベストだけで着たりできるわけですね。フードがあるのとないのとではやっぱ雰囲気が違いますよね、うん、違いますね、これと、うん、でもすごいいい、似合ってる、本当は似合ってますよね。でなんかこうゆみちゃんがこういうタイトスカート着るのなかなかないから、ちょっと初挑戦だったので すごい似合ってますよ。本当ですか、なんか大丈夫かなと思ってもぞもぞしたんですけど似合ってるって言われたらすごく堂々と立ってられます。ありがとうございます。大人カジュアルいいんじゃない、アラサーアラサー言うな、アラサーやん、アラサーやけども、うん、続いてこちらみんな大好きカーキジャケット。着こなしがマンネリしちゃいがちですが、こんなに大人カジュアルになるんですよ。どうしても私男っぽくなってしまうというか、もうデニムしか合わせられないとかなっちゃいがちですけど、はい、ワンピースなんですね。そうなんです。ここで、ね、あのデニムを合わせちゃうと本当ワークっぽい格好になっちゃいますので、うんうん、はい、ちょっと綺麗めのワンピース。実はこれね、ワンピースがこんな感じになってる。これいいでしょ、ほら、うん、こっちはシャツが、うん、でここスウェット地で、またこれもいいですね、はい、そうなんですよ、1枚でちょっと丈がやっぱ長いのが流行るんですかね。そうですね、ミニ丈よりもちょっと膝下丈の方が、あのいいですね、セクシーさが、セクシーさ出てるかな、てますにブーティーみたいな感じです、はい、でもそれにニット帽なんですね、はい、ま、ちょっとこちらも外してみてます、うん、はい、やっぱり抜け感ですね、抜け感です、はい、かわいい、いいですね。挑戦したことない洋服をこうやって着てみると、意外と自分たちが思ってるより簡単だってことが分かりますよね、うん、そうですね、なんか挑戦もっとしてみようって思えるようになりました。良かったです。だからやっぱお店の人と相談して着てみるっていうのもありかもしれない、ね、ありかもしれない、ね、また新しい世界が広がりますし、うんうん、いろんなこう今回アイテムねご紹介したから、はい、その挑戦していくといいかもしれません、はい、皆さんもぜひ大人カジュアル挑戦してみてはいかがですか。コーナーです。ハットの被り方ご紹介します。髪の長さによってなんですが、ボブの人は片方だけ耳にかけて、もう片方はゆるふわカールにして動きを出して被る。そしてロングヘアの人はサイドにまとめてゆるいお団子を作って被る。おしゃれ上級者の被り方で人より差をつけましょう。よくできました。コキューでは新品のお洋服はもちろん、古着のお取り扱いもさせていただいてます。10月31日、11月1日の2日間にかけて、エソラの駐車場とテラスにてハロウィンイベントも催す予定です。詳しい情報はホームページをご覧ください。皆さん待ってます。お待ちしてます。はい、いかがでしたか。かわいい、大人カジュアル、そう、すごい今回参考になりました。ふみこさんが見ながら、私これ好きあ、これいい、あ、わかるとか言ってね。そうそう、なかなかねこうチャレンジしてみたいなと思ってたのを実際にあえて来ていただくことで分かりやすかった、うん、ね、私思ったんですけど、うん、テゲテレって結構女性陣みんな大人カジュアルだなって思うんですよね。
結構そのボーイッシュだけじゃなくてヒール履いてみたりとか、うんうん、そうですよね、ちょい足しっていうそのテクニックがね難しいんだけど、うん、すごい参考になりました ね、いいですよね、ああいうマストアイテムでこうどんどんちょっと取り入れて、うん、秋冬の感じにしていくとかですね、うん、本当ちょっと相談して、うんうん、言ったらこうアドバイスとかもくれるので、うん、すごくわかりやすいですよ、例えばダウンベストお持ちのだ、ね、ダウンベストでもいいし、うん、ガウチョパンツでもそれを履いていくとか持っていってみて、これに合うってするのも一つの手ですよね、うん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 、そうですね、はい、でエソラマーケットとかもですね、こう毎月毎月いろんなイベントとかもやってたりとかするらしいので、うんはい、ぜひこう情報チェックしながらですね、はい、皆さんファッション楽しんでいただきたいと思います、はい、さあそしてプレゼントいただきましたのでご紹介します、はい、セレクトショップ呼吸よりニット帽お一人の方にプレゼントいたします、応募方法番組の最後でお伝えします、ぜひご応募ください、いろいろねチャレンジして秋冬のファッション皆さん、はい、ぜひ楽しんでみてください、大人カジュアル取り入れてみてくださいね、以上ブリリアント女子部でした、はい、ゆみちゃんゆきちゃんでした、では CM の後はゲストコーナーです。